久保が日本代表に提言ダブルハイベスト8は難しい。次のダブルハイに向けてベスト8の壁を越えるために必要なことは何でしょうかと質問した。これに久保は出場枠が増えた32から48に拡大ことで参加するチームも増えたので、多分ですけど前回大会よりもベスト8に行くのは難しい。その中でしっかり1次リーグを突破することが重要。あとはターンオーバーだったりチームの総力戦で勝っていくことが大事なのかなと。ベスト8以上に行っているチームはターンオーバーを必ず入れますし、一方、日本はあまりターンオーバーをうまく使えずに選手が疲れてしまって、大事なところであと一歩が出ないシーンを、いろんなオリンピックダブルハイで僕自身も経験しています。なので選手の層の厚みがベスト8を超えるための一つの壁というか成長しなきゃいけない部分だなと思います。完全ターンオーバー、2チーム制。これできたら革命。日本はサッカーの新しい歴史を作ることになる。ちょっと怖いのが、選手層はだいぶ厚くなってきてるけどピークが今なんじゃないかということ。久保の言う通りターンオーバーが大事になるけど、選手を入れ替えて戦うためには入れ替えてもうまくいくように組み合わせるか、どう組み合わされてもうまくいくように選手が務めるか、どちらかが必要。遠藤を休ませることができるかが重要だよ。監督が遠藤を替えの効かない選手として全試合フル出場させるから。非常に現実的な回答だけど、本当のところは世界で通用するストライカーがいることなんじゃないかな。世界と比べたらディフェンスのところがまだまだ薄いし軽い。冨安も怪我が多いしビッグクラブのレギュラークラスがあと2人くらい出てこないとベスト8は難しそう。本当ならそうは熱いんだよ今の日本は。伊藤と三笘に固執しすぎて扱いきれていないだけ。ターンオーバーできる選手層があっても、それをうまく活かせる監督の力量が重要だと思う。この選手層でも足りないって世界の壁厚いな。